インターナショナル AQTTF1。 このレースポールはゼッケン10、大島忠。雨の状況がちょっと心配なんですが、これはどう見ますか、この F1 の時点では。いやもう雨が降らんかったら降らんかったらしゃあないし、降ってくれたら降ってくれたらラッキーいう感じなんですけどね。大島選手自身はウェットのレースというのはそんなに苦手じゃないと。そうです、どっちか言うたら得意の部類に入るんですけども、まあ晴れでも雨でも同じように走れたらいいなという感じなんで、予選2番手はゼッケン6、斉藤光雄。予選3番手にゼッケン55、種岡和義。そして予選4番手にはゼッケン3、町井邦夫。5番手にゼッケン2、宮崎昌司。予選6番手はゼッケン21、相和隆弘。予選7番手はゼッケン56、ピーター・ゴッダード。そして11番手はゼッケン1、大島幸也。12番手にゼッケン7、三浦昇。決勝は32台が一斉にスタート。レースは前回の鈴鹿で A 級初優勝を果たし自信をつけたゼッケン10、大島忠がまずポールからリード。ゼッケン55、種岡、ゼッケン3、町井、ゼッケン56、ゴッダードが後に続く。ウェットなコンディションの中、トップ大島の CBR はダンロップレインを履いて快走。誰もが彼のポールトゥーフィニッシュ、そしてシリーズ2連勝を予想した。天気は雨から曇りへと変わる中で、トップはゼッケン10、大島忠。2番手にゼッケン55、種岡。3番手にゼッケン3、町井と続く。ゼッケン7、三浦はこのレースで全く精彩がなく、10番手前後を走っていた。に入ったところで、現在ポイントランキングトップのゼッケンに宮崎の追い上げが始まった。他の選手が前後ともレインタイヤを装着する中で、彼はただ一人ギアにカットスリップを履いた。そして雨上がりで乾き始めたコースを一気にスパート。そして16周目の馬乗せ立ち上がりで宮崎が大島をパス。こうなると乾きかけたコースでレインタイヤを履く大島はどうすることもできない。カットスリックを履いた宮崎がぐんぐんと後続を引き離し快走を続けた。さあ宮崎、これでラストアップ1つという大塚さんが出ました。タイプ8分路面を選んだ決まっていた。レース終盤、トップはゼッケンに宮崎昌司。5番手のスタートから総和、町井、大島忠というトップ3を次々にクリア。8周目までの7番手が嘘のようだ。TTF1 レース、優勝はゼッケンに宮崎昌司。鈴鹿200キロに次いで反チームブルーフォックスはワンツーフィニッシュを飾った。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。やっと勝てましたね。今までで一番偉かったけど、とっても嬉しかったです。どうですか、一番高いところのシャンペンの味というのは。いやもうそんなことより、これが初めの1回です。走ってるだけです。次も勝ちます。初優勝の宮崎、涙のシャンペンシャワーとなり、その喜びを隠しきれない。果たして次回のチェッカーを受けるのは誰か。注目の TTF1 は続く。